ちょっとメガネの光の反射がひどいんで、メガネなしで失礼します。大輔です。はい、ということでですね。ちょっとまた早速、糖尿病系の動画になるんですけど、糖尿病患者にとって毒となるスポーツドリンク、アクリアス。なぜこれが手元にあるのかということをご説明しますね。ちょっと持っていきましょうか。はい、アクリアス。冷えてますね。これ、職場でもらっちゃったんですよ。断れなかったですね。絶対飲んじゃいけないんですよ。糖尿病予備軍の時からスポーツドリンクは絶対飲むなってお医者さんに言われてまして、そっから一本も飲んでないスポーツドリンク、ポカリスエット、アクリアス、他、一本も飲んでないですよ。まあ、スポーツドリンクじゃなきゃいいのかっていうことで、炭酸ジュース飲みまくりだったんですけど、まあ、それもダメなんですけどね、フルーツドリンクとかも飲みまくって。これは本当にダメって言われて、もらっちゃったんですよ、このタイミングで。嘘みたいな話ですけどね。ほんとこういうことあるんですね。糖尿病って確定してからもらいましたからね、ほんとに。買ったわけじゃないんですよ。いや、これどうしようかなと思いますね。いろいろ悩みましたよ、これ。断れなくてもうもらった瞬間に、あ、これ動画のネタにはなるなとは思いましたよ、正直。ただ、これをどうネタにするか考えたんですよね。もう最後の晩餐ってことで、久々にこれ、飲み干しちゃおうかなとか考えましたし、まあ一日、本当コップ少しずつ飲んでこうかなとかいろいろ考えたんですけど、考えた結果、まあある意味最高、ある意味最低な結果になりました。捨てます。はい、低評価ボタンよろしくお願いします。食べ物、飲み物を粗末に扱っちゃいます。もうこれは本当にしょうがないです。こっから決別しますから、本当に。まあもともとこれ決別してたんでね。引き続きってことで、もらったものを捨てるのは心苦しいんですけど、ここで飲んじゃうとおそらく、どっかでなんか、あの時飲んだし、まあたまにはいいっしょみたいな感じで、またずるずるとですね、自分に対して激甘になっちゃうんで、申し訳ないです。もう本当に低評価をしていただいていいんで、捨てますよ、これ。もう、皆さんの目の前で捨てます。これ、開けてないですからね、一回も。じゃあ開けますよ。もうこれ、キンキンに冷えてますよ。もう、キンキンに冷えてるし、めっちゃうまいんでしょうね、久々に飲むアクリアス。企画途中で変更しようかな。飲みたいな、これ。ああ。嘘です。捨てます。ああ、もったいない。うわあ。捨てますよ。それでは、捨てます。完全に空っぽです。匂いだけいいですか？あー、懐かしい。うまそう。これ今飲んだらめっちゃ美味しかったんでしょうね。くー。一生飲むことはないでしょうね。はい。あー、これでもコカ・コーラですか？これ。アクリアスは。コカ・コーラから CM 来なくなりましたね。これで終わりじゃないです。あともう一個あるんですよ、今日、やることが。これ見てください。最初ですね、職場でちょっと、口が寂しくなる時がありまして、フリスクとか持ってったんですけど、もう最近はね、もうね、調子こいて、これ飴とか持ってってたんですよ。喉飴というか、イーマっていう、まあ甘い飴ですよね、もう。まあ、ぶっちゃけこれ砂糖の塊ですわ。ダメですよね、こんな。食べちゃ。一日まあ、少なくとも5粒は舐めてましたね。やめます。これこのまま捨てるのもいいんですが、ちょっと今からお湯沸かしますね。最初から沸かしときゃよかったっすね。こういうとこが抜けてんですね。多分3分くらいかかりますかね。しばしお待ちをっていうか、まあカットすればいいんですよね。はい。
沸きましたんで、お湯を取っておきます。はい、これの蓋を開けまして、これは取っておきましょうか。防腐剤ですね。それじゃあ、お湯をかけましょう。こんな糖尿病に毒になる飴は溶かしちゃいます。おお、溶けないか。そう簡単に溶けないですね。なんか毒みたいな感じになりますね。もうこんなんは食べようとは思いませんね。これはじゃあ冷めたら液体を捨てて、で全部もうそのままゴミに出します。はい、そんな感じでね、糖尿病の進行を遅らせるということで、毒となるものは全部排除していきますよって喋ってる時にね、視界に入る物体があるんですよね。これもどうしようかな。こういうのもやばいんじゃないですか。グラノーラとかも、もう砂糖入ってますもんね、いっぱい。甘いですから基本的に。捨てんのもったいないですね。でもこれはさすがに、これやっぱりラーメンとかもそうですね。もうどうしようかな。いやー、実家に送りますか。ありがとうございました。はい、令和3年8月の体重測定です。200g 増えちゃいましたね。